おはようございます。た井さんは自分のやり方が周りと合わないときはどうしてますかどうなんだろうね。俺のいる業界は周りと合わせないことが価値だったりするから、ね、周りと同じことやってたらあんまりお仕事もらえない業界でしょだから、まあ、みんなで同じような作業をするっていう時に自分のやり方が合わないみたいなことあんまりないけど、うん例えばなんだろうな。 人間関係とかで、まあ、自分がこう、こういう風にできたらいいなとかっていうものが合わないときはシンプルですよ。自分のやりたいをまず1回引っ込めます。はい。そんなのさ、たくさん人いるじゃん。自分の意見とか思いなんてその人数分の1だから、そこを自分の何々したいを優先するなんてことは決して得策じゃないんだよ。 100%少数意見だから。まあ、それはたまたま、あの、多数の意見に合うっていう人もいると思うけど、でも、基本みんな、こうしたい、あしたい、一人に一人、こう、平等に持ってるから、当たり前じゃ人間なんだから、みんな心地よさが違うし、みんなこう、心の動きとか、感受性が違うわけだから、からそんな中で、自分のやり方が、周りと合わないとかって思う、一対他を、 一を優先するとさ、うまくいくことなんてほとんどないんだよ。だから、まずはその自分が100%心地いいと思えるその方法っていうやつを一旦引っ込めて、みんなどうなのってき聞くっす、俺。みんなど,あどうしたらいいって言ってでど。どうやったら一番いいみたいな。あなるほどね。とあ、これ、あここではこういうのをやってんだわ。あなるほどね。って言って、ちょっとそのあれだけ教えて。とか言って。俺もなんかそのルーティーンにこう入れるようにちょっと努力するわ、って言って。 で、入ってみてその方法の中でおお武井さんなんか教えたらすごいあれだねこっちの方法でもすごいうまいことやるねみたいなそっちにこうフォーカスして伸ばして逆にこうえっ武井さんどうやってやってんのよみたいな聞いてくれるようになるまでは自分の意見はもう引っ込めます。 で自分なりに人の方法でも工夫してうまくその人よりもうまくできてスムーズに何か作業できるようにして計算ってやっぱり効率すごいよねとか計算伸びるよねとか何かそういうふうにこう一体他なんだけど他が一に対して興味を持ってくれてまた計算の方法の方がすごく良くないとかみんなが思ってくれるようになるようになんとか努力するんじゃないかなっていうふうに思います。 恩恵派,恩恵派ですたまにね自分のやり方をこうぐっと強く出す時もありますけどまあそれはシチュエーションによりますからね。